ひゃっ。さてさてさて、まだ続けるか、それともその汚い尻尾を巻いて逃げるか。ひゃ、ひゃっ。逃げやがった。俺たち魔神族を敵に回すということは、実界を敵に回すと同じことだ。村ごと焼き払え。俺たちはその実戒を打つために集まった。七つの大罪だ。え？フルカウンター。覚えとけ。メイドの土産にな。すごい、一瞬で傷が。はい、これで大丈夫ですよ。自らと家族を守るため魔神族に生贄を捧げていた村か。団長殿はどこでこの村のことを。バンと魔神の討伐に出た時にな。あ、エリザベスに直してもらったのか。なあ、どうしてこの村を救ってくれたんだ。魔人たちのせいで人間の心まで散じまってる。それを助けんのも俺たちの務めだからな。七つの大罪。さあさあ豚野郎ども、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。待ちに待った新豚の帽子への学生時期だ。さっさと見ようぜ、バーン。オッケー、団長。わー、それは俺の役。よっ。あ、完璧じゃねえか。勝手なことしやがって、このクソ野郎だが。豚に惹かれて死んじまえ。嫌なこった。怒んなよ、師匠。最高の残飯食わせてやっからよ。バーンは許す。ニシシ、どうだエリザベス、すげえだろ新しい帽子艇は。はい、エリザベスちゃ ん、別にこいつが作ったわけじゃねえからな。何もしてねえからな。おいホーク、偽の改装費を誰が払ったと思ってんだ。国王だろ。ち、知ってたか。たくしょうがねえやつだな。にしししし、ほんとに。よ、リオネスには平和が戻ったが、未だブリタニアは実戒たち魔人族の脅威にさらされている。よって来たる魔人族たちとの戦いに向け、新世紀市長を任命したいと思う。いよいよ任命式っすよ、二人とも。何のことだ。どちらかが正式な世紀市長に任命されるんすよ。大丈夫、文句言ってくるやつは片っ端から俺がぶっ飛ばしてやるっす。気持ちは嬉しいが、私たちには資格もその気もないよ。では任命する。新世紀市長はハウザー。お、俺。いや、でも俺は平民の出だし。それがどうした。でもリオネス攻防戦でお前は冷静に状況を把握し、仲間を鼓舞し続け、己神を盾にした。それこそが聖騎士の長のあるべき姿だと思う。もちろんお前はまだまだ未熟、よってあくまで代理という形ではあるが。かなり頼りないですが、頑張ってください。聖騎士長代理。いいぞハウザー、頑張っていこうぜ。髪型は直せよ。髪型関係ねえし。して返答は。全力全開で頑張るっす。いいぞ代理。頑張れ代理。ギルの代理。頑張れ代理。それ代理。お前ら代理代理言いすぎだろ。メリオダス、少し良いか。どうしたバルトラ。今朝ある予兆を見た。予兆。真昼の月輝き、垂れ込める霧、王都を満たす時。
七つの大罪は再び集結する。キングとディアンヌか。けどよ、月なんかどこにも出てねえぜ。うむ、今はまだその時ではないのだ。どうしてオイラにはまだ生えてこないんだ。どうして僕ってばうまく踊れないのかな。についておさらいだ。魔人族っていうのは大きく分けるとこんな種類がいるんだぜ。なんかカラフルなやつばっかりで羨ましいぜ。ヤンキョウ。次回、7つの大罪、神々の逆鱗、聖戦の記憶。